ただいまお送りいたしました曲はブルーベル作曲の木管60奏曲作品45番でした。こちらの曲はそれぞれの楽器の美しい旋律を聴けた曲だったんじゃないかなと思います。さて続いてお送りします曲はクーラー作曲の3つの第20奏曲第3番作品39の1楽章と4楽章をお送りいたします。なんか噛みそうな感じの名前ですが、こちらの曲の、難しいところは何かと言います と、ちょっと見づらいとは思うんですけど、こうとにかく楽譜がもう音符だらけ、もうフルート泣かせのどこで呼吸をしたらいいのかっていう感じな曲になっております。なので、フルート奏者の、一瞬のっていうフレスにもご注目ください。あ、ちょっとまだセッティングが終わってないようなので、あとそうですね、こう注目してもらいたいポイントとしては、パンフレットなんですけれども、こちら、パンフレット開いていただきますとデザイン、車がこうページをペラペラっとめくるとこう進んで見えるだとか、あとは、飛行機も進んで見えたり、あとそうですね、ページを開いていくと最初ワインで乾杯、ビールで乾杯、ワインとチーズでおつまみ食べて、それからドイツはビールとソーセージを食べて、でワインをこう飲んでる人とドイツ その、ビールを飲んでる人がこう2人組がこう気づいて、最終的なページでは、いやビールでも、ワインでもチーズもソーセージも合うっていうことで、どんちゃん騒ぎしております。そんなパンフレットになっております。では、セッティングの方ができましたので、続いての曲、クーラーの曲、参りたいと思います。